クワガタやっと来たー。ふぅ。あ、もう私は諦めて電源を切りたい気分になっていたよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで水晶玉がある商店地へゴーゴーゴー向かいましょう。どうしたんだい少年。入っちゃったよ、どうしよう。何かあったの？ボールとか。鳥飼さんの家にサッカーボールが入っちゃってさ。ここ鳥飼さんって言うんや。知ってるでしょ？すっごい可愛いものじいさんで。猫が通ったよ。みんな気味悪がって近づこうとしないあの鳥飼さん。学校でも噂になってるよね。え、そうなんや。お願い、ボールを取ってきて。僕あのじいさん苦手なんだよ。この通り。なるほど、行ってあげようか。本当に？ありがとう。でもここの門開かないんだ。どっか裏から回れるところはないかな。これは予想以上に面倒かもしれませんね。マジで？めっちゃおばあさんに見られようやけど。裏口などがないか、あたりを探検してみましょう。サッカーボールを返して発生。返してっていう言い方もちょっとね。何？どこから行けばいいんだ？え？裏口？あ、え？なんか奥に、あれ、お寺の横からじゃない？なんか繋がっとんの。どうしたんだあのワンコ。すごいなんか戦闘態勢に入っとったんやけど。ね、なんかお寺の横からあのなんか道みたいなのがあって、ここじゃない？あ、びっくりした。あ、なるほどね。妖怪たちがいるのね。人参ゲットー。人の畑から勝手に。キュウリー。ダンシングスター。お、土の小屋。何も逃げんかったんやけど。ちょっと待って、ゲットしたい。土の子何が好き？可愛いけん、クリームパンとか。あー、仲間にならんかった。お、力持ち。力持ちも多分ね。なってないよね、仲間に。おい、仲間にならんのかい。どこ？あ、こっちじゃないね。この上？あ！解放できる。あ、なんかあそこに。待って待って。箱があるよ、箱が。ほら。錆びた指輪を手に入れた。それはちょっとあれよ。磨こう？ちゃんと磨こう。不用心棒がおるな。あ、こっからじゃない？ほら。はい、入ってきたんよね、これ多分。こんな木が生えとったはず。あ、ほらほらほら。で、どんな人なんやろ？めんどくさい人なんかな？え、やば。鳥飼ってるの？逃げられてない？めっちゃ。え、殺してないよね？なんかめっちゃ羽が。どうも。この家に客とはな。珍しいこともあるもんだ。あ、カゴじゃなくて頭で飼ってるパターンすか。なんだか不気味なおじいさんですね。人ん家に入ってって、それはね。じじい。しかも、キモい。はぁ、口の悪い妖怪には絶望したわい。え、見えるの？誰もそこまで言ってません。というか、おじいさんウィスパーが見えるの？ふん、うっさらとじゃがな。しっかり悪口も聞こえてるわ。ウィス？なんと、もしかして妖怪に何かゆかりがあるんですか？どうせわしは妖怪じじいじゃわい。まったく口の悪いやつめ。なんかあれ、横の動きよる。だからそんなこと言ってませんって。ずいぶんマイナス思考ですね。それよりこの家に誤ってサッカーボールを入れてしまったんです。なくない？ミス？ご存知ありませんか？ふん、こいつじゃろ。さっさと持っていけ。あ、全然めんどくさそうじゃないやん。よかった。サッカーボールを手に入れた。おにゃー。えらくあっさりと返してくれるんですね。口の悪い妖怪と張り合ってもしょうがないしの。それに、お前たちにはいずれ頼みたいこともあるし、マジか。そういうことであれば、ぜひまた来ましょう。妖怪が見える、というのも不思議ですし、なんだかこの人面白いです。面白じじいじゃと？それは、ちょっとだけ嬉しかったり。何それ、かわいいおじいさん。ちょ、待って。レーダーが。うん、違う。違う。違う。何？誰？ネガティブーンやん。そのせいで？
おじいさんがなんかマイナス思考なのはネガティブ運を見つけた、そういうことじゃない？はっ、お前、俺が妖怪だって気づいているブン？そして家の主人に全部バラすつもりブン？うん、そうはさせん。せっかく快適な家を見つけたんだブン。俺はここでダラダラと気楽なライフを過ごすんだブン。これで多分、でもこれさ、先にやっつけとったらなんかネガティブ思考にならんかったとかそんなことはないよね。なんなんあのゲージ、なんかめっちゃいろんなカゴがあるけど何あれ、一個変なのない？右にあったやつ、ま、負けてしまった。お前強すぎブン。なあ、俺が化けていたこと家の主人には黙っててくれブン。これをあげるからさ、いいだろ？なブン。流行ってのバッジを手に入れた。でも外で坊主が待っているのじゃろ、早くそのボールを届けてやれ。うん、まあ届けますよ。何を見てるんだい、しかも立ったまんまで。もう出れる？鍵を開けた、勝手によ。ウィス、ちゃんとサッカーボールも返してもらいましたし、この子に渡してあげましょうか。はいはい。あ、僕のサッカーボール取ってきてくれてたんだ、ありがとう。あのさ、鳥飼さん怒ってなかった？え、友達になったの？本当に？すごいね。そんなに怖い人じゃない？ちょっと信じられないよ。とにかくありがとう。でもまあとりあえずあの分では怖いとは何も思わんかったね。本来なら妖怪ウォッチを使わずに妖怪が見えるなんて一大事なんですが、鳥飼さんなら問題ない気がします。なんだか不思議な人でしたね。問題とは？サッカーボールを返してバッチリ解決。じゃあまたここからお寺に戻ろう。よし、解決。ボーナスチャンス。はぁ、割れた。割れた。誰やっけあれ、リュウくんやっけ。妖怪、かわいいよねあの子。商店寺へ到着。あ、雲外鏡が。見つけていただきありがとうございます。お嬢さんめっちゃこっち見よる。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。やったやん。いや、ワープは今は大丈夫。どうも。ほや、妖怪を連れとるとは、今時珍しい子がいるもんじゃの。え？あなた私が見えるんですか？まあ、お嬢さんあれやろ、あの、合成とかしてくれる人よね。ほっほっほ、そりゃ見えるわい。坊さんってのは昔から妖怪たちと付き合いが深いからの。そういえば私をガシャガシャマシンに封じたのも坊さんでした。そうじゃ、せっかく妖怪と仲良くしておるなら、妖怪に合成とかしてみらんか？お、早速？妖怪同士を合体させて、バチコーンと強くするあれですね。そうじゃそうじゃ、バチコーンじゃ。妖怪同士だけじゃなくての？妖怪とアイテム、はたまたアイテム同士の合成もできるぞ。妖怪とアイテム、パワーアップってことか。どうじゃ、やりたくなったじゃろ。妖怪と妖怪を組み合わせて新たな姿へと変身。とてもワクワクしますね。ウィス。合成。あの、ドラクエモンスターズ的な感じよね。そうじゃの。なら試しに合成できる2匹の妖怪を連れてきてくれんかの。まあ、まずは手始めに、ダルダルマと力持ちの2匹なんかはどうじゃろ。あ、力持ちさっきゲットしたし、ダルダルマもおる。よし。この2匹なら合成できるはずじゃ。連れてきてくれたら合成してやろう。どうじゃ？探しに行ってみるか？なんとかする。これって手持ちにおらんといかんのやっけ？ほほほ、そうこなくっちゃな。入手した情報によりますと、ダルダルマは桜ニュータウンのヨロズマートの裏に。力持ちはここ、商店寺の横にある秘密の抜け道にいるようですね。探しに行きましょう。もういるんだな。バチコーンと合成だ、発生。ほほほ、どうやら2匹とも連れてくることができたようじゃな。あ、手持ちにおらんくてもよかった。いやー、合成するなんて久しぶりじゃの。少し緊張してきたわい。これからも合成できる妖怪かアイテムを手に入れたら、いつでも来るといいぞ。どんどん合成してやるからの。やりましたね。これでまた強力な妖怪とどんどん出会うことができそうです。さあ、連れてきた2匹を早速合成してもらいましょう。力持ちは一回もそのまま活躍することがなく、姿を変えられるのね。
ウィス。バチコーンと合成だ。バッチリ解決。あ、てか、大塩さん話す必要なかったんやね。本編のストーリーじゃないやん、これ。お、ボーナスチャンス。このガッパ。あー、ダメですか。外れ。コーン。合成で何が生まれる？昇天寺の和尚さんは二つのものを組み合わせるすごい力を持っています。それはまさしく合成です。妖怪やアイテムを合成すると、全く違う新たな妖怪やアイテムが生まれたりします。ただし、何でも組み合わせればいいというわけではありません。合成できる組み合わせは自分で見つけちゃってください。合成は？できたの？ほほほ、合成していくかな？するよ、そりゃ。連れてきたんだから。合成に使用するメタルやアイテムを選択しましょう。ってことで、ダルダルマと、レベル1なんや。と、力持ち？あ、力持ちレベル14なんやね。へぇ。じゃあ、はい、合成。では、始めるぞ。かぁ。これは姿変わるんかな？一応、向こうが言ってくれたやつを連れてきたんやけど。え？ダルマッチョ！ダルマッチョ。力持ちの可愛さがなくなった。ニックネームいらない。ダルマッチョの情報を妖怪大辞典に登録した。まあ、新たな妖怪ってことでいいけども。力持ち。ダルマッチョの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。うんうん。まあまあまあ、いいでしょう。てか私、妖怪めっちゃ少ないよね。あ、これか。本筋の。水晶。あ、これが先生が言ってた水晶玉かしら。なるほど。これは、そういうことでしたか。あれ？どういうこと？ウィス！アイナちゃん、この水晶玉をウォッチしてみるのです。ほうほう。え？あ。あ、リュウ君？じゃない？なのだ。なんなのだ。お昼の邪魔をしないでほしいのだ。かわいい。もしかしてこの妖怪が全てを見通す水晶玉の正体？間違いありません。彼は竜の子供のようですね。竜が持つ玉には未来や真実を見通す能力があると言われているのです。竜くんに何のようなのだ？竜くんさん、私たちはその水晶玉で見たいものがあるのです。協力してはもらえませんか？なのだ。いいけど、ただでは嫌なのだ。竜くんは欲しいものがあるのだ。それを持ってきてくれたら、水晶玉を見せてあげてもいいのだ。交換条件というわけですね。そうなのだ。リュウ君はノコギリクワガタが欲しいのだ。ノコギリクワガタを頼んだ。ただし、レア物はいらないんだ。ノコギリクワガタ、持ってないんかな、私。アイナちゃん、早速捕まえに行きましょう。セミぐらいしかおらんか。そして、水晶玉を見せてもらうんです。ウィス。ノコギリクワガタね。リュウ君にノコギリクワガタを渡そう。君さっきからいた？いなくなかったことない？いない全然。くっそー。何してるの？お前今、ノコギリクワガタがどうのこうの言ってなかったか？おせっかいかもしれないが、ノコギリクワガタがいるところを教えてやろうか。え、あれじゃないの？普通に大森山じゃないの？ほら、ノコギリクワガタなら大森山だぜ。虫好きの俺が言うんだから間違いない。無事に見つかるといいな。めっちゃ普通のこと言うやん。まあ、とりあえず、大森山、ワープできるとこあったか？あれじゃない？なかった。え、こんだけしかないやん。とりあえず学校までワープするか。そしたら横やもんね、すぐ。大森山にも多分、雲外鏡、おらんのかな？おる気がするんやけど。とりあえず、ノコギリクワガタ、ノコギリクワガタ、ゲットしてこう。ノコギリクワガタ。どこかにいませんかね、ノコギリクワガタ。この、全然おらんやん。どこかにさ、いや、雲外鏡おらんっぽいね。おらんっぽいっすね、全然。お、この辺。セミ。ゴマダラカミキリ。以上？ちょっと。
うわ、気持ち悪い。ゴマダラカミキリめっちゃ気持ち悪いんやけど、ノコギリクワガタはおらんやん。この木は調べることもできんのかい？妖怪の気配？しかし今欲しいのは妖怪じゃないんすよね。ま、でもとりあえず、いや、トホホギスやね。トホホギスに用はないや。ね、セミしかおらんねんけど、セミしかおらんことはないね。セミと、ゴマダラカムキリと、あとなんか、蝶々しかおらんねんけど、あ、運がいきおった。妖怪の気配。誰？どこ？どれ？え、おらんくね？これか。トホホギスやん。ちょ、目覚めさしとこ。ペロー。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひょっと見でございます。これであっという間に戻れるやん、商店寺。嬉しい。あれ、雲海鏡はマップ上には、表示はされてなかったよね。目覚めさせるまでは表示されんの。じゃあ、雲海鏡じゃないわ。ノコギリクワガタは。妖怪とかじゃなくってさ。もっと奥の方とかそういうこと？誰かノコギリクワガタちょうだい。山の奥の方におるとかそういう感じなんかな。妖怪とかじゃないんですよね。ねえ、ノコギリクワガタ。何もいない。え、どこだ？これ、これか。どこだよ。いないんですけど。ノコギリクワガタ。ノコギリクワガタ。なんだ、私はもうどうすればいいんだ。いないよ。つらい。つらいよ。いないなぁ。これじゃない？ちょっと待って。ね、ゲージアップして、めっちゃゲージアップして、これでオッケーやろ。はぁー。え、これクワガタよね。でしょ？ノコギリクワガタやっと来たー。ふぅー。あ、もう私は諦めて電源を切りたい気分になっていたよ。やったー、やったやん。多分私のこの気持ちが通じたんやね。天正寺に向かうわ。ふぅ、やっといた。このままじゃ電源を切られるって多分焦ったんよ。ノコギリクワガタが。はい。じゃあちょっと、ワープして。あれは絶対もう逃したくないと思った。黒蜜ならめちゃくちゃあるから。はぁ、やっと来たー。おし。はい。のんきに寝てんじゃねえよ、おい。私が一生懸命捕まえてきたというのに。起きて起きて。ノコギリクワガタ持ってきてくれたのだ？リュウ君にちょうだいなのだ。ちょっと待ってね。なんならお金をもらいたいぐらいだわ。はい。わーい、ノコギリクワガタなのだ。お家ではペット禁止だったのだ。前からずっと欲しかったのだ。喜んでもらえたようですね。約束なのだ。友達になってあげるのだ。友達になってくれるの？そんな約束したっけ？そうなのだ。なってあげるのだ。だからこれからもいろいろちょうだいなのだ。また今度ね。いやーもういいよ。やったのだ。友達になるのだ。いいから水晶を見せなさいよ、水晶を。リュウ君と友達になった。かわいいけども。ふぅ。あ、これで。これであと二つ。妖怪大視点の封印が一つ解かれた。手に入れたメダルは妖怪大視点に送られた。やりましたね。仲良きことは美しきかな。私がよく言いよるやつやね。友達が増える瞬間はいつ見ても感動的なものです。私がトモコレでよく言いよるやつ。さあ、早速ですが、水晶玉を見せてもらいましょう。これってこの間の、キュービーに出会った場所ではありませんか。ああ、なるほどね。そこにとっても悪い奴がいるのだ。妖怪のはみ出し者なのだ。
なんだそれは。よからぬ妖怪ですか。これは匂いますね。事件の匂いが。ともかく影村委員に行ってみましょう。よーし。わかったわ。影村委員に行ってみよう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、あの水晶は、商店寺の水晶ではないの？なんか勝手にリュウ君とマルチになって持ち出したけど。なくなって大丈夫なのか、あれは。